森山区尾張旭市のとっておき情報をお届けするとちかつ TV。 気になるポイントは、ふらっと仕事帰りに立ち寄りたくなる大衆居酒屋、自家製タレがうまい焼き鳥にどて串カツ、お腹も心も満足できる品数たっぷりの宴会メニューをご紹介。全国よりすぐりの地酒もご用意。プリプリ牛もつ鍋で体を温めませんか？期間限定の嬉しい特典もお見逃しなく。それではスタート。とちかつ TV はひよこ不動産がお送りします。こんにちは、とちかつ TV のかことまりおです。今回は森山焼き鳥プリプリ牛もつ鍋付きコースで宴会のボックということで、焼き鳥本舗新森山店さんにやってきました。焼き鳥本舗さんは以前ご紹介した万来館さんからのご紹介で、一人だけでなく居酒屋メニューも楽しめてすごく美味しいよということだったので今日はやってきました。今回宴会メニューで鍋がついたコースがあったので、今日はまりもちゃんと一緒に来ちゃいました。ついてきました。宴会気分でカメラマンさんも一緒に楽しみましょうね。焼き鳥本舗さんの素敵な特典情報もあるのでぜひお見逃しなく。焼き鳥本舗さんのプリプリ牛もつ鍋が気になった方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではレッツゴー、ひよこ不動産。では早速行ってみたいと思います。楽しみ楽しみです。こんにちは。こんにちは。店内は昭和感のある落ち着いた雰囲気で、一人で利用しやすいカウンター席からテーブル席、家族連れでも安心なお座敷があります。歓送迎会など各種飲み会にも対応していて、最大30名まで利用できます。焼き鳥本舗さんの魅力は、北海道産ホタテなど産地直送の新鮮食材を使用した料理で、名物の焼き鳥は定番の串をはじめ変わり種も。それ以外にもメニュー豊富で、子供から大人まで満足できること間違いなし。お持ち帰りメニューもあるのも嬉しいポイントだと思います。お酒の種類も生ビールをはじめ焼酎やワインもあり、全国の地酒も取り扱うかなり本格派。2時間制の飲み放題メニューもあるので、たっぷり飲みたい方にはおすすめです。焼き鳥本舗さんは日替わりイベントやチンジロリンじゃんけんもあって、大人も子供も楽しめるイベントがあるので、いつ来ても楽しいなと思います。焼き鳥本舗さん一押しのプリプリ牛もつ鍋が堪能できる宴会コースをご紹介します。では料理が届きました。届きました。じゃあこれから宴会を楽しみたいと思います。乾杯しましょう。乾杯。今回注文した本舗牛もつ鍋コースは飲み放題付きで税込み4400円。お店自慢の焼き鳥3種をはじめ、サラダやどて串カツ、デザートもついた8品がコースになっていて、どれも美味しそう。早速食べていきたいと思います。やっぱりね、焼き鳥本舗さんなんで、この焼き鳥からまず食べたいと思います。一番スタンダードなももが好きなので、こちらのももをいただきます。めちゃめちゃツヤツヤで美味しそう。美味しそうね。プリプリ。美味しい。結構弾力がすごいお肉にあって、でもね、硬くない。タレもしっかりついてるから、でも味が濃いってわけじゃなくて、ちょうどいい。これ何本でもいけちゃうタイプの焼き鳥。焼き鳥がコースにその日のメニューで変わるみたいなんですけど、今日はももと皮のタレと、あとハツがついてきたので、ちょっとね、皮もいっちゃいたいと思います。甘い。ペラペラじゃなくってちょっと厚みがあって、噛めば噛むほどすごいジューシーで、タレとも合っててすごく美味しいです。ハツってどこ？ハツは心臓です。心臓なんですね。もうすごく好きで、もう絶対頼んじゃいます。いただきます。美味しい。美味しい。歯ごたえがありますね。塩コショウもすごいいい感じについていて、もうお酒が飲みたくなります。今日はノンアルで我慢しましょう。はい、ノンアルで我慢します。なんか串カツは人気メニューだそうで、私はこれを今日はいただきたいと思います。大きいですね。長い。長いですね。重さもある。美味しそう。じゃあいただきます。
なんか焼き鳥屋さんで串カツって思ったんですけど、お肉も柔らかくって外側のサクサクの衣もちょっとねしなってしてる。味噌のタレがついてて、大人も子供もみんな大好きなんですごく美味しいです。その他にもパリパリ食感が楽しいパリパリサラダや厚みのあるだし巻き卵はだしの味が効いていて、どれも絶品でした。すごいね、これ見てください、真っ黒ですね。真っ黒だね。あんまり普段食べないメニューなんで気になってました。お肉はいただきます。これもすごい柔らかい。塩だれであえてあって結構ね味が濃いめでしっかりついてるんですよ。野菜と一緒にネギとかも一緒に食べるとこれ本当につまみにすっごくいいと思います。美味しいです。いきます。おー、美味しそう。蓋を開けた瞬間に香るニンニクがたまりません。まずはねスープから飲んでみます。美味しいです。もつとか野菜の出汁が効いてて、しっかりだけどなんか深みのある味ですね。唐辛子も乗ってるんですけど別に辛くないです。これ全然お子さんでも飲めると思う。じゃあね早速このもつをいただきたいと思います。すごいすごいプリップリプリップリプリップリです。わかりますこれ。味が出る。甘いしずっと噛んでいたい。もつっていろんなお店であると思うんですけど全然臭みとかなくてスープもそんなに濃い味じゃないのでどんどん進む。野菜もたっぷり入ってるのでお酒があったらねどんどんお酒も進んじゃう。熱々の鍋を囲いながら会話も弾んであっという間に3人で鍋を完食しちゃいました。鍋を食べた後には締めがないと鍋は終わりません。コースには雑炊おわうどんセットとどちらかが選べ、今回は雑炊にしてみました。もつ鍋のスープにご飯と卵と最後に海苔がたっぷりで美味しそう。このもつの、 あの鍋の出汁のそのスープがもう最高ですね。はい、すっごく美味しいです、多分どれだけでも食べれるぐらい、パクパクいけちゃいます。美味しいです。締めのお雑炊も最後にデザートも食べて心もお腹もポカポカになった宴会メニューでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。焼き鳥本舗さんの人気メニューを教えてもらっていいですか。人気メニューはやっぱり焼き鳥の串ですね。焼き鳥屋なんで特に串の中でもハツ、モモが人気ですね。焼き鳥本舗さんの地酒の種類が豊富とお聞きしたんですけど。そうですね、地酒はまあ各ところから仕入れて、特に森山なんで竜田屋っていうのをちょっと推してるんですけど、瀬古の方の東龍っていう蔵があるんですけど、そちらの方のお酒を販売してますね。お客さんの層ってどのようなやり方が多いですか。そうですね、結構お客さんの層は幅広くてファミリー層だったり一人で来られるお客様とかいたり、あと会社で宴会で今日みたいな感じでワイワイ楽しくやってもらったりとかしてますね。お酒飲んでみんな楽しくワイワイ楽しみましょう。お待ちしております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。焼き鳥本舗さんから素敵な特典をもらいましたので、ぜひ食べに来てみてくださいね。とちかす TV の公式 LINE を友達登録してキーワードを打ち込めばクーポンが届きます。キーワードはということで、今回は焼き鳥本舗さんの宴会コースを堪能してきました、ね、コースはボリュームもたっぷりで、焼き鳥はもちろん人気のメニューが何種類も楽しめてとってもお得だなと思いました。ハリモちゃんは何が美味しかった。味噌カツが一番美味しかったな。美味しかった。すごいジューシーでしたね。私はやっぱもつ鍋が気に入ったんですけど、カメラマンさんもプリプリのもつ鍋でコラーゲンをたっぷりとって、明日はお肌もプリプリになるなって言ってました。
今日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。とちかつ TV は共に盛り上げてくれるスタッフを募集しております。そしてとちかつ TV に取材してほしいというお店も募集中です。詳細は概要欄をご確認ください。